今年も開幕前から各方面で注目を集めていた M リーグ。今回は開幕から2ヶ月近くが経過しましたが、その中でも特筆して紹介した出来事を振り返っていきます。新人選手の活躍や開幕日に役満が飛び出すなど、今年も筋書きのないドラマが展開されており、これから中盤戦を見るにあたって必見の動画になっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。5度目の正直、王者に向かって視界良好、渋谷アベマズ。毎年ファイナルに進出しながら M リーグ王者にあと一歩届かないのが渋谷アベマズ。チームのエース大井隆晴プロ曰く、主人公チームであるアベマズが今年も好発進を飾りました。チームの開幕戦となった10月4日の試合では、所属団体の王者を決める決定戦でも存在感を見せていた松本義弘プロが登板。苦しい場面がありながらもチームにプラスポイントを持ち帰り、まずまずのスタートとなりました。そして第2戦に登板したのは日向愛子プロ。終始後輩パイに恵まれた上に、トン2局では親の二階堂明プロが勝負をしたリャンピンを捉えて、リーチピンフからの裏ドラを3枚乗せてハネマンの上がり。日向プロは勝利者インタビューで、トン2局のハネマンはあれはラッキーですね、3ピンを先切りしたからリャンピンを打ってもいいかなと秋さんが思ってくれたと思うんですけど、浦さんはできすぎですねと満面の笑みで語りました。この試合では新加入した桜ナイツ渋川南波プロの猛追を受けますが、最後まで安定した打ち筋で日向プロはチーム初勝利を飾りました。さらに10月7日の試合では、全19局というロングゲームになった第2試合に登板した大井プロが、難波に入ってから4回の上がりでトップ固めに成功し完勝。大井プロは手牌をこぼしたことに反省を見せていましたが、手が思うように動かなくなって牌をこぼしました、すみません、最初の日向さんのトップが大きかったね、あれで今日僕と白鳥さんは戦いやすかったですねと日向プロのトップが効果的であったことを振り返りました。その後10月10日の時点でチームのプラスポイントは200に迫り、後続を引き離すダントツ状態を形成。これまで毎年ファイナルに進出しながら最後に涙を飲む展開が続いているため、開幕前に大井プロは、レギュラーシーズンで2000プラスにしてたら4分の1になっても500でしょ、だったら他のチームが様子見している間にポイントを重ねて逃げ切りたいと大逃げ作戦を宣言していました。その大井プロの宣言通りに、アベマズは開幕から順調にポイントを積み重ねます。そして前半戦のアベマズの象徴的な試合といえば、11月初めての試合となった1日の試合で日向プロが見せた3倍マンの上がり。日向プロはかねてから M リーガーの中でも裏ドラが乗らないとして、もっと裏ドラ欲しい、日頃の行いから見直した方がいいのかなと語っていましたが、この試合のトン3局はドラ3の老朽待ちでリーチをかけます。するとすぐに4枚目のドラを持ってきて、すぐさま缶を入れると、リン・シャンハイから持ってきたのは上がり牌のローマンでした。このツモ上がりでリーチツモリン・シャン解放ドラ4が確定し、乗らないと言っていた裏ドラをめくると、なんと缶した牌がもろ乗り、結局裏ドラを5枚加えて親の3倍マンのツモ上がりとなりました。今まで乗らなかった裏ドラがまとめて乗った日向プロは、その日の試合を、10月アベマズにとって絶好調の月だったのですが、月が変わってまっさらな気持ちで打とうと思ったら、手牌に恵まれて大きなトップを取ることができました。チームの目的は優勝なので、しっかりと積み重ねていきたいと思いますと、あくまで優勝を目標にしていると宣言して、引き締まった表情を見せました。11月8日の時点でアベマズは2位のマージャンファイトクラブを300ポイント近く引き離した、プラス403ポイントを記録し独走状態。この調子が中盤戦以降も続けば、悲願の初優勝も夢ではないはずです。ライデンのマージャンが面白い。前半戦、台風の目になっていると言えるのが、前年度最下位に沈んだチームライデンの躍進ではないでしょうか。開幕初戦に登場したライデンは、今年もエース萩原正人プロが先発。今年も相変わらずハイパイに恵まれず、
勝負どころではターチャの早い上がりなどで苦戦を強いられますが、難波は粘りを見せてなんとか3着に持ち込みます。その後本田智弘プロがラス、瀬戸熊直樹プロが3着ときたチーム4戦目。今年の初勝利はチームの大黒柱的存在のお嬢こと黒沢咲プロがつかみ取りました。誕生日の当番になった黒沢プロはトンバではハイパイとツモが噛み合わず苦しい展開となりますが、難波に入ると一気にエンジン全開。難一局でそれまでトップを快走していた高宮プロからリーチ一発のハイを捉えて裏ドラ2枚付きの満貫を上がると、難二局高宮プロの親番で黒沢プロがピンフテを転廃し即リーチを敢行。勝負は終盤までもつれましたが、残りツモ番3回を切ったところで黒沢プロがツモ上がりし、ここでも裏ドラを1枚乗せて満貫のツモ上がり。さらに難3局でも二階堂ルミプロから満貫を直撃し、難波に入ってから3局で2万4千点を荒稼ぎしました。黒沢プロはインタビューで、今日お誕生日で本田さんも鈴木太郎さんも苦しんでどうなるかと思ってましたが、このステージに立っててワクワクしながら打てたのが良かったのかなと思いましたと、チームの決めポーズとともに笑顔で語りました。他のチームに今年も黒沢プロの破壊力は健在との印象をつけるには絶好の試合だったと言えます。そしてここから13日の試合では、 M リーグで久しく見ることができなかった瀬戸熊プロの大連チャン、くまくまタイムが発動され、80ポイント近い大きなトップを勝ち取りました。これに刺激されたのか、加入2年目の本田プロが覚醒を見せます。加入初年度は得意の大物手が炸裂せず、大きなマイナスを叩いてしまい、実力を見せることができませんでしたが、18日の試合ではこれまでの試合ぶりが嘘のように強気で攻めまくる本田プロの姿がありました。トン2局本田プロの親番で下茶の丸山かな子プロがピンズ模様で仕掛けますが、勝負手となっていた本田プロはお構いなしで中盤に引いたドラのパーピンもつもぎり、これをカンチャンでチーした丸山プロが満貫のテンパイを入れますが、本田プロも自順にスッチーマン待ちの面単品赤でリーチを敢行。勢いよくリーチ宣言杯を叩きつけた本田プロの最初のツモは一発でのツモ上がりとなる数万、6000オールの上がりとなり、この試合の主導権を握りました。終始危なげない試合展開を見せた本田プロは勝利者インタビューで、自分だけは足引っ張りたくないっていう気持ちと語っており、チーム全体がとてもいい流れであるともコメントを残しました。10月はアベマズが大幅なリードを持つ展開になりましたが、ライデンはプラスマイナスゼロ付近でチームポイントをまとめ迎えた11月7日の試合で黒沢プロが大爆発を見せました。オーラス黒沢プロの親番を迎えるまでは鈴木太郎プロが高打点の手を連続して上がっており、6万点超えの大トップを予感させる状況。しかしここから黒沢プロは流局を挟み10局連続の加点して、終わってみれば11万2700点の M リーグ新記録を打ち立てるプラス130ポイント超えの大トップをもぎ取りました。オーラスの親番だけで6万点以上の加点を見せた黒沢プロに、新加入した桜ナイツ渋川難波プロは鬼かと思ったと語っており、黒沢プロの怖さを身に染みて分かった様子でした。これでライデンのプラスポイントは100を超え、初のファイナル進出に視界良好といえる前半戦を送っています。明暗分かれた新加入選手たちのパフォーマンス。2022年シーズンは鈴木優プロ、中林圭プロ、渋川難波プロの3名が M リーグに加入。この3名の中で初陣を飾ったのは中林プロでした。ユーネクストパイレーツの木下直監督は実施していたオンライン PV の最後で中林プロの先発を明言しており、今年の初王位獲得の勢いに乗って M リーグでも暴れてほしいとの願望を付け加えました。そして中林プロの初戦トン1局、いきなりドラのトンが入った後輩パイをもらい、中盤に桜ナイツ内川からのリーチを受けます。しかし中林プロは次々に危険牌を切り飛ばしながら自身の手を進行。対局後に中林プロは、内川さんの手は
ドラのトン短期のチートイと読んでいたとドンピシャの読みを披露します。この曲は最後まで攻め手を緩めず、中林プロが押し切って跳ねマンの上がり、新加入ながら鋭い読みと高打点が望める手配ではそう簡単に降りない姿勢を他のチームに見せつけました。いい麻雀を見せていた中林プロは10月24日の試合でついに M リーグ初勝利。同じく新加入の渋川プロを振り切って、難波ではハネマンとマンガンを連続で上がって勝利を決定づけました。勝利者インタビューでは、むちゃくちゃ嬉しいっすね、鈴木優選手に煽られてあれで燃えなきゃ男じゃないですよね、はいとチームメイトにトップまだと煽られていたことを明かし、笑顔を見せていました。そんな中林プロを煽っていた鈴木プロは、加入前から M リーグで MVP 獲得の経験もある魚谷優美プロの師匠であることや、次団体の最高位戦でいくつもタイトルを獲得している本物であることが知れ渡っているプロです。鈴木プロは開幕からコンスタントに起用されており、その中で今一つ自分の麻雀が打てていないことから、変に M リーグの舞台を意識するのはやめようと自分の中で少しずつ考え方を変えて試合に臨んでいました。待望の初トップは自身の4戦目に訪れます。この試合トーン1局で鈴木プロはピンフ赤ドラの手を積もり、裏ドラが1つ乗ってハネマンを積も上がります。この手の上がり方と最後に裏ドラを1枚乗せてハネマンに仕上がったことで、鈴木プロは今日はいつもと違うと感触を得ていました。トン2局では高宮プロと黒沢プロから5800を打ち取り、リードを大きくします。そして難波のターチャの親をそつなく経過して迎えたオーラス。ここまで大物手が入りながら最後の1枚に苦労し、展望を失っていた高宮プロが泣いて単野を3色赤赤ドラドラの6000オールを積も上がり、鈴木プロは5万点を超える展望を持ってオーラスに入りましたが、これで一気にトップは黄色信号となりました。オーラス一本場をターチャの上がりでなんとかしのいだ鈴木プロは安堵の表情を見せ、 M リーグ初トップについて嬉しいですね、早く控え室に戻って監督とハイタッチしたいです、新加入の3人の中で一番初めにトップを取りたいというこだわりは全然なくて、チームのため自分のために一生したい思いでしたのでほっとしていますと、加入前から僕の仕事はチームにプラスを持ち帰ることと語っていた決意をやっと有言実行できたのか、嬉しさよりも安堵の表情が目立ちました。パイレーツ加入の2人が順調な様子を見せている中で、最も苦しんでいたのが渋川プロ。昨年までは M リーグ公式解説者として活躍しており、選手の緻密な思考を言語化できる能力の高さを遺憾なく発揮していました。渋川プロは2022年のドラフト前から必ず選ばれるとの評価で一致しており、結果的に昨シーズン優勝チームからの指名を受け、桜ナイツに加入しました。渋川プロは監督に対して、僕がプラス200することは計算に入れておいても大丈夫と語っていましたが、蓋を開けてみると新加入した3選手のプロの中で最も苦戦を強いられており、とにかくハイパイから勝負にならない曲が多く、渋川の持ち味である読みを発揮させる曲が非常に少ないのが印象的です。苦戦を続ける渋川プロが麻雀人生で初めての経験と振り返ったのが11月7日の第1試合。この試合トンバは鈴木太郎プロが優勢に進めており、難波に入る頃には6万点を超える展望を持ちリードを保っていました。しかしオーラスを迎えるとその状況は一変し、黒沢プロの猛連チャンが始まります。結局この連チャンは10本場まで続き、渋川プロの持ち点は M リーグのマイナス記録を更新するマイナス47600点、いわゆるダブル箱となったのです。さぞかし渋川プロは意気消沈しているだろうと誰しもが思いましたが、直後のインタビューで結果は伴っていないですがいい麻雀が打てていると好感触であったとこの試合を振り返りました。この言葉を聞いた桜ナイツ監督の森井匠は控え室で渋川プロに、この後連投していいと言ったらしたいですかと問います。これに対して渋川プロはもちろん行きますよと即答。
本来であれば岡田紗弥香プロが出場予定でしたが、急遽オーダーを変更することに。志願して登板したこの試合で、渋川プロは長年のライバルといえる中林プロとのバチバチとした上がり合戦を制して、見事 M リーグ初勝利を飾ったのです。勝利者インタビューでは、試合を決めた厳しい街の上がりについて、応援してくださる皆様が積もらせてくれたと振り返りました。続々と結果を残している新加入選手たちは、今後も M リーグの舞台で大きな旋風を巻き起こすはずなので、今後も要チェックと言えますね。やっぱりダメなのか、今年も厳しいドリブンズ。11月8日時点のチームランキングを見ると、トップをアベマズが独走し、ライデンが3位と健闘を見せる中、400ポイントものマイナスを叩いているのがドリブンズです。チーム開幕戦こそ園田プロが得意の泣きを駆使してトップを獲得しましたが、その後はラスやトップをまくられての2着が目立ち、苦戦が続きます。中でも現状大きなマイナスポイントを背負っているのが、 M リーグ加入4年目の丸山プロ。10月6日の試合では、松ヶ瀬プロ、滝沢プロ、瀬戸熊プロの各チームのエースクラスとの試合に臨んだ際には、トーン一曲満貫を積も上がって好発進をしましたが、その後の局では一度も上がることができず、終わってみればマイナス2万6000点と大きく箱下に沈みました。また25日の試合では、オーラスまでファインプレーの連続でトップで迎えながら、最後に二階堂プロの上がり牌を持ってきて万事休す。しかしここで丸山プロは長考の末、二階堂プロの上がり牌を切らずに天牌を維持する選択を見せます。これには解説の朝倉プロも、ここまでミスせずこのハンチャンやり通しているのはすごいと驚きを見せますが、試合の決着は無情にも丸山プロが止めた牌を二階堂プロが積も上がって逆転でのトップを決められて終了。試合後のインタビューでは、感触は良かったので諦めずに頑張りたいと話しており、下を向くことはありませんでした。しかしその後も丸山プロは手牌に恵まれることが少なく、ここまで苦戦が続いています。その他にも鈴木太郎プロが黒沢プロの大連チャンにトップ目から巻き込まれるなど、作戦にも増して不運が目立っており、オカルトバスターズの一員だったはずの村上純プロは、できることは全部やるとの思いから神社でのお参りをして試合に臨んでいます。ドリブンズは今シーズンファイナルに進出しないとメンバーの入れ替えが発生するので、この後の巻き返しには要注目と言えますね。今回は前半戦の M リーグについて振り返りました。中盤戦以降の戦いについても動画で紹介する予定ですので、ぜひご視聴をお願いします。